今月に入ってからですね、2000人を超える患者さんが確認されています。第5波ですね、における患者数の合計とほぼ同じ、感染が非常に急拡大をまたしている局面にあると思われます。感染が確認されたのは未就学児から90代までの男女264人で、今月1日の263人を上回り過去最多となりました。90代の女性が中等症で、その他は軽症です。97人の感染経路が分かっていません。入院中に陽性が確認された基礎疾患のある80代の女性1人が死亡しています。市町村別では高知市が188人と全体の7割を占めています。次いで南国市が16人、土佐市が12人、江南市が9人など18の市町村に感染が広がっています。新たに高知市内の医療機関2カ所、保育園1カ所、中央東と中央西管内の小学校2校の合わせて5つのクラスターが発生しています。またすでにクラスターが発生している高知市の近森病院で新たに8人の感染が確認され、感染者は合わせて112人となっています。こういった医療機関のクラスターが増える中、高知医療センターは来週月曜日から通常診療の一部を制限すると発表しました。14日月曜日からですね、緊急を要しないと医師が判断した手術や検査について当面延期をさせていただく。新型コロナ診療や救命救急を維持するための緊急措置で、現時点で解除のめどは立っていません。これで県内の感染者の累計は8051人となりました。このうち109人が入院していて、重症は5人減り4人、中等症は3人増え26人、自宅療養・自宅待機は1650人となっています。死亡者の累計は42人となりました。四国を見てみますと、愛媛が260人、香川が過去2番目に多い414人、徳島が186人となっています。